尖閣周辺に中国船4日連続というね、こちらも続いて深いこれあの、この番組で、こののようなものをやめましょうと、えー、で海上保安庁が、自由民主党の部会だけに提供した写真をこの番組でお見せしましたよね、はい、ね拝見しました、でどこからどう見てもですよ。そうですよ、ね、ただしだ、うん、実際に臨検っていいまして、ね、例えば海上保安庁の巡視船を節減、節限、えーまあ、つまり、この中国のこの、 怪しい船にこう弦を接して、海上保安官が乗り移って、その機関砲を見たら、実は段ボールで作ったおもちゃだったかもしれないから、ちゃんと本物だってことを確認できないので、のようなものになってるわけですよね、で、これは本来は尖閣諸島、これは接続水域ですけど、接続水域であっても、臨検すべきなわけです。 だから憲法9条が起こしているおかしな問題っていうのは自衛隊のことだけじゃなくて警、えー、海上保安庁っては警察力なんで警察権にも影響しててですね、うん、これ、検っていうのは全然軍事行動じゃなくて警察活動ですから自分の接続水域におかしな船が入っていれば当然、節限して乗組員を調べ場合によっては船長を逮捕しそれから機関砲のようなあの機関をはじめとする。 野家の,のものじゃなくて、機関をはじめとする武器があれば、当然押収しなきゃいけないんですよ、えー、それ一切サボってやらないんじゃなくて、できないわけですよ、うんねで、これは憲法9条の明らかに拡大解釈だと僕は言ってるわけです、うん、憲法違反の、えー、憲法に違反する拡大解釈、はい、つまり警察権も執行できないんだったら、うん、日本国民は守らないと言ってるのと同じですよね、うん、そうでしょ。 そんな憲法はいくらなんでも存在しないのでだからこれも海上保安庁の責任ではないけれどもでも海上保安庁からも機関法かどうか確認しなきゃいけない機関法だったら外して応酬しなきゃいけないので当然、自由民主党を通じてでもいいですからというか自由民主党を通じてあの部会を通じて海保からもそういう意見が出、はい、それから海保から当然 上級官庁の国土交通大臣にも、交通省の国土交通大臣にも意見を附心し,し、それから総理官邸にもいいっていうこともやらなきゃいけないけど、うん、それを海保がやってないのも事実なんですよ、うん、海上保安庁、全く責める、うん、気はないし、責めたくないけれども、まずやっぱり自由民主党と安倍総理をはじめ、うん、政府の責任ですけれども、うんうん、しかし、ずっとこういう発表をしてればいいってわけじゃないんですよね、うん、それからもう一点、このニュースで、皆さんに改めてお話ししておきたいことが、この際あってですね。はい この年末はその予算の編成と絡んで防衛計画の対抗が新しくなったというのはとっても大事なんですよね、はい、で先週かなんか僕もしたと思いますやっぱり無所属じゃなくて住民との議員になってよかったし、うん、それから国会議員あの個人的には人生粉々に壊れてしまったんで。あのー なって良かったとは正直思えないんですけどでも防衛計画大綱なんて外からいくら言ったったって全然意見まで反映されたことない長いことずっと言ってきたわけですよ、えー、1>, 1ミリも反映されなかった今度言ったことはほとんど全部入りましたよだからそれ考えるとやっぱり、あのー、皆さんの中の意見に従って、えーあのー、まあ本当は最後はさっきの青山茶博士のね 後悔しますよっていう一言でまた例に乗って船に乗ってとか行っちゃってどっかじゃないけどねあの海洋調査に行っちゃってまみちゃんまみちゃんが社長国益のためです本人は何て言ってるかというとそういう声は出してないって言ってるわけです中身はそのまま言ってるわけですうん、ね それに従って議員になってよかったと思っています、でその上で、その防衛計画大綱の絡みでいうとです、ね、うん、実は尖閣に関係があることが、あの防衛計画大綱の中に入ってて、うん、見直しの中に入ってて、それが出雲なんですよ、うん、これを逆に考えてください、ね、これ、尖閣諸島に中国の政府の船がずっと入ってくる、はい、で一応、中国海警局っていうですね、これですよね。 海の海の警察みたいに書いてるわけですよ、海警局ってね、でこれがしかし、実際は中国共産党軍事委員会をはじめとする軍の影響下にあるってことは、最近、むしろ中国がはっきりさせたわけですよ。となると、はい、これは中国が勝手に日本の尖閣諸島、を自分のもんだと言って、パトロールやってるっていうことを、今まで言ってきましたが、はい、プラスアルファの意味があって、これは何かというと、尖閣の武力攻撃の準備です。うん 武力攻撃の準備として、<ー>例えばこうやって入ってきたときに、海保よりも我が海上自衛隊とアメリカ海軍の連携がどうに動いているかをずっと見てる、はいね、それに加えて言うと、<ー>中国はなぜ空母のけん建造を急いでいるか、ははでしかも3隻目の空母には<ー>、えー、今までずっとお話ししました通り、ジャンプ台じゃなくて、<ー>ジャンプ台がいかにだめかって話はもういいですよね。はははい だから真っ平らにして、ね、うん、ここにカタバルトっていう、普通、日本語だと射出機って言ったりするんですけどね、うん、ちょっと略字で書いて申し訳ないけど、ね、ちょっとこう略字ですけど、射出機、前は蒸気調だったけど、その最新の電磁式を3隻目の空母にこう入れて、ま<ー>っすぐ飛び立てるので、従、うん、ってジャンプする必要ないから、燃料も満タン、ミサイルもたくさんつけられると。こ、うん、これをのの間国防総省アメリカのファ あのワシントン、首都ワシントン DC にある国防総省、通称ペンタゴンに行って、うん、これ、盗まれたでしょと、えーね、中国、自主開発できませんから、できません、ね、断言書すできない、盗まれましたねとねで、日本は、このいつもにそのあの垂直に降りてくる F35B って載せるのは当面の話であって、これ、むちゃくちゃ燃料使いますから、ねね、だからこういう不合理なもんじゃなくて、うん ちゃんとあのあの短く出発して短く離陸着艦できるものを空母としてやがて作りたいのでその時に射出機の技術で協力してくださいと、ね、いうお話をしたんですがこれももう一回裏返して言うと中国の空母体制の目的の一つは尖閣のダッシュなんですよ。で中国が空母を用いて尖閣を乗っ取ろうとするときに日本が通常型のお護衛艦とか あるいは潜水艦だけでは対処できないから、だからはっきりした目的があって、はっきりした理由があって、防衛型の空母を持とうとしてるんです。で、これをテレビに出てる軍事評論家とか、ね、それから軍事評論家は一応専門家と言ってもいいかもしれないけど、ちょっと僕首かしげるけど、一応専門家だと言ってる人も、 それから放送作家の書いた台本を読んでるお笑い芸人の方々のコメンテーターも空母なんてのはもともと攻撃型なんだとねアメリカを見てみろとだから政府が言ってる防衛型あるいは多機能型の空母なんて嘘だって言ってるけど何も知らないで嘘つくなってこれもそれはまさしくアメリカ海軍にとってはそうなんですよアメリカ海軍こういうのをですねブルーウォーターネイビーカタカナで言うとブルーウォーターネイビーねブルーウォーター ブルーーラっていうのは大のはことです、ね、それ型のネイビーっていうのは海軍っていうのは遠洋型、えー、つまり遠征型もっとはっきり言うと侵略型なんですよ、うん、アメリカ海軍は全く侵略型なんですよでその侵略の先兵が海兵隊ですだから空母や強襲揚陸艦がいるわけですよねでもそのタイプだけではなくて当然近海型の例えば軽空母があって そこに関西機が乗っていると、どんな島々にもすぐに防衛が、防衛体制が取れますから、それを見ただけで中国の空母は接近できなくなるんですよ。ね。だから実はですね、あの、本当は海員船レポートにもっと具体的に書きましたが、日本はこの日に備えてきたんですよ。だから竹島を取られ、 北方領土を取られたままですが、その教訓も経て、尖閣もそんなことにしてはいけないから、尖閣ではまだ領土紛争起きてませんから、ね。あの、海洋資源学会で、あのいつも言ってる AGU、アメリカ地球物理学連合で、東京大学の先生が、僕の発表にイチャンをつけて、裏で、ね。AGU の事務局に、青山茂春は尖閣諸島のあたりにも、メタンハイドレートをはじめ熱、あの熱水交渉その他の資源があるって言ったのは、 消しからんと。なぜかといえば、尖閣諸島には、領土紛争が中国との間であって、領土紛争を地球物理学科に持ち込んだ消しからんのだと。青山茂原は。これ排除すべきだと。東京大学の先生がこれおっしゃったの、事務局に。ね。バレないと思ったわけ。事務局がこっそり僕を排除すると思ったら、事務局からすぐに問い合わせてきたわけです、うん。まっすぐに。アメリカですから。ね。東大のこの人が、 こう言ってますけど、ええ、尖閣諸島っていうのは紛争地なんですか、うん、言われたんで、うん、いいえ紛争地はありませんと、ええ、日本政府はずっと尖閣に領土紛争なしで言ってるんで、うん、私は政治的問題を地球物理学科に持ち込んだ事実はありませんと言ってることわかります野党議員からオールドメディアから東京大学の先生からねみんな皆さんが養ってオールドメディアも そうでしょ、スポンサー料も新聞購読料もみんなが養っているんですよ、うん、この日本を足を引っ張る行為を本当にやめるべきで、でも,もう一回話を戻して言うと、このなんでもない、いつもの尖閣諸島に中国の公船,船って日本語じゃない、その政府の船が現れたっていうこの数行の記事のバックがどれほど大きいか、はい、つまり具体的に空母を中国が作って、尖閣を本当に武力で乗っ取ろうとしてる、ね、その隠れた作戦が、はい。 事実を確認できているから我々はそれに備えようとしてるんであって、うん、あのそのことをとってもリアリスティックな話だと、うんうん、それで軍事に詳しい人が心配して僕のブログにいっぱいいただくのはですね、はい、出雲みたいな狭い甲板でもともとヘリをたくさん積んでてたくさんといっても限られてますけど、うん、潜水艦を攻撃できるあるいは見つけて攻撃できる優秀なヘリを積んでるんですけどそこに F35B っていう使いにくい戦闘機を下ろしても意味がないとね でそれはよくわかるんですよわかるんですが今すぐ理想的な空母を作れますかだから段階踏まなきゃいけないんですよその段階踏むお金がもったいないっていう考え方は違うって、うん、俺は、うん、さっき選手防衛ってことは別のままでもいいって言ったのは、うん、こういうのを実際のお金以外に政治的コストっていうんですよ、うん、選手防衛やめますって言っただけでうわーってなってもう他のことなんもできなくなっちゃうでしょ。うん だ何もかもコストを考えななきゃいけないけんですようん、うん、それが本当のリアルな政治ですから、はい、だからステップとして出雲とそれから加賀を同タイプの加賀を作ってるわけですその前に日向ーー伊勢っていうねもうちょっと小さいタイプがあったんですだから日向ーー伊勢っていうもうちょっと小さいけれども全、えー、通甲板といって甲板が空母みたいに真っすぐになってるやつをまず作って、ねはい、ちょうどあの日本地図で考えていただければいいんですよ 日向伊勢のライン、ね <laughs> はい、で今度出雲加賀のライン三重と宮崎ら覚えやすいでしょ、ね、で,でそ,それをこう作ってしかも安倍内閣は入管法改正とか漁業法改正でみんなの信頼を裏切ってますけれども一方で潜水艦を国々弁令して増やしてきたんですよ、はあ、これかつての内閣住民主党の内閣では潜水艦を減らそう減らそうとしてて で、僕は当時、ただの民間人ですが、神戸の潜水艦作ってる造船所に行きまして、えー、で、そういうところにちゃんと民間人入れてくれて、日本の民間企業は。<ー>つまり、それだけ追い込まれていて、それで僕は現場を調べたらですね、日本の潜水艦、世界最優秀の、日本の防衛で唯一と言っていいぐらい、世界のトップランナーでいる潜水艦のプラットフォーム、プラットフォームってわかりますその、要するにね、あの、こういう土台を、 確保して、その上でいろんなタイプのやつをこれを作ったり、これを作ったりするわけですよ。で、このプラットフォームはなくなってしまうと、もう作れなくなるわけ。でも民間企業だと、プラットフォーム維持してのにお金かかって、潜水艦減らされるってことは、新たな注文がないわけじゃないですか。だからもうこれやめますと。<ー>ね。で、それを僕は民間人ですけど、情報を入手して、その現場に行き、歩いて、その時に約束したのは、やがて安倍晋三っていう人が内閣作って、これ実話なんですよ。安倍さんも知らないけど。 ええ、安倍晋三っていう人は内閣を作って、その時に潜水艦を増やすと言ったら、ええ、民間企業が、あ、あ、青山さんのことを信じたいけど、それは本当ですかっていう話だ,がだったから、いや、絶対僕は努力して、ええ、あの、2週前に皆さんに言いましたけど、私は絶対裏切らない。<え>だその時も僕は絶対裏切らないので、必ず潜水艦を増やす内閣を作ります。主犯は安倍晋三さんですって言ったんですよ。 でね、僕、信じ方でいこと起きたのは、えーえー、この言葉だけで,です、ね、で、えー、このプラットフォームの廃止やめたんですよ、えー、今、企業もあえて言ってないけど、神戸の、まあ、もちろん誰でも知ってる、<う>ね、神戸っ子だけじゃなくて、みんな知ってる、えー、プラットフォーム維持したんですよ、えー、そして安倍政権ができて、ですね、えー、あの人手不足だとか言って、外国人入れたり、まあこの後話しますけどね、困ったこともやってるけど、先生観着々と増やしてきて、このプラットフォームで実際にですね、 新しい潜水艦が作られていったんですよ、ソウ、えー、型っていう、えーねあの、後ろにフィンがついてるけど潜水艦って、それはこういうか形になってるわけですよ、うん、世界の常識を覆して、これだと水の抵抗や、ね、音が増えるはずが、余計音が聞こえない、水の抵抗もさらになくなり、うん、日本の潜水艦だけは、世界のどこ行ってても、全然、うん、あの居場所が分かんない、うん、海の忍者潜水艦ってそれが全てですから、うん、忍者がここ立ってたらやられるだけですから、えー、そうでしょう。 本当は空母がいるとですね空母がいると周りにまずイージス護衛艦で空母を守らなきゃいけないんですよイージスっていうのはギリシャ神話の破れない盾だから戦闘機が来ようがミサイルが来ようがこの空母自身,ではなく自身だけじゃなくて周りのイージス艦でこれを全部撃ち落としてしまって空母を守られるさらにその下に潜水艦隊がいることが絶対必要なんですよね したがって先生が増してきたもただ戦線が増やしてきたんじゃなくて最後はこの空母の一軍を作ること防衛型のアメリカとは違うだからだからこれが1個じゃ足りないからさっきのでいうとまず元になるのを、ね、比喩が伊勢って作ってさらにそれをそれでよく費用が無駄になるんじゃなくてそれで習熟して大きな船はこうやって動かすってことを習熟した上で、ね、今度は。 出雲とだから出雲と加賀の2つの空母がいて、うん、その下にちゃんと足りる潜水艦がいて周りに足りるイージス艦がいるっていう体制を実は作ってきたんですよだからこの年末の防衛計画大綱の見直しっていうのはその今までの水面下の努力がやっと表に出てきた最初のステップなんですよあ<ー>だから僕は安倍内閣にその。うん 普段文句ばっかり言ってて、日韓合意からずっと反対のことばっかりだけど、こういう根幹はずっと一緒にやってきてるんです今も。で、無所属ではこんなことは全くできないです住民人の議員だから、そしてあえて言うと入管法賛成、入管法でも反対反対した上で、だから修正をこうやって受け入れさせ、修正した上で、自分の修正したものが法案の中身に入ってるんだから、当然賛成を投じて、 賛成を投じた後の部会でも、はっきり言って、ものすごく発言権を触れました、あ、は、と、い、で言いますが、僕の言った修正がまた実現しました、内閣の基本方針に、ね、これはまあ多分史上初めてです、<ー>一回正議員としてだけじゃなくて、部会で言ったことがそのまま政府の基本方針になるってことはなかったです、でこれは要するに入管法改正で自分だけいい格好した反対を投じて、ねあ、処分してくださいと言って離党したりすると、なんの。 の48万1890票は全くいきないんですそうでしょうじゃあこういう生き方を国を愛する人は一緒にやりましょうってことをずっとこの虎ノ門ニュースで僕は申し上げてるんですね。でもう申し上げるべきことを申し上げたんでいや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 いそろそいいやいやいやいいやいやいいいやいいやいい平ちゃんね今年もう当に僕は苦しかったんですよ うん、忙しいのはいいんだけどね。重もあの、はい。わかりました。ただただお察しするしかないんですが。え、一平ちゃんっていう、あんた、愛国者に変わったでしょ。<laughs> そうやろあっ <laughs>、うん、ねえ、ちょっと一平ちゃんに拍手してください。いやいやいや、ちょっと、ちょっと、ちょっと、聞いた誰なんですか、これは。はい。というわけで、あはい。 一平ちゃんはしかし本当に大した人材を選ぶ。どこら見つけてきたんですか。見つけた。いやこのこの人材発掘力すごいと思うな。<laughs> この冷静な人物ね。